ただ朝倉未来に勝ったら1000万ストリートファイターです。なんかそれの企画に現役王者参戦って誰だろうと思ったらまさかのモハンドラス友達ですね、鈴木さんの鈴木さんの友達が、まあ、私たち友達ねとは言われたことあるけど、まあ、2回戦ってるんですよね。1回目クロスでダウン取って、その後にこのちょっとこのかっこつけたらと思って思いっきりこのなんだろうノープランで攻撃いったらもう見事に顎直撃されて、そうですね、顔面からこの顔面ダイブするっていう系を負けして、うん、それが何年前ぐらいですか。もう完全にですね、8年前か。あ、もう8年前って言ったらもう、うん、もう違うっすね、もう全然同じにはしてほしくないけど、うん、そうだからもうおじいちゃんだよね。とりあえずそれ倒されて、うん、半年後の日本トーナメントの1回戦で当ててくれて、まあ、その時はもうきっちりきっちり KO をしたんだけど、きっちり KO だったから、うん、まあ、当てさせずにそうですね、ダウン取ってからって、うん、きっちりやってましたね。そう、一回ダウン取ってから大体そこでこのうるわーってなっちゃって、そうですね、うん、飛んじゃいかんねっていう、冷静に倒しにっていうか言ったけど、うん、そんな感じのモハンドラゴン VS 朝倉未来っていうか、でも今回喧嘩ルールなんでしょ喧嘩ルール、うん、で髪の毛掴んで、そう、髪の毛掴んでいいだとだいぶいろいろ変わるけど、そうですね、モハン髪の毛まずチリチリ、あれチリチリやんと思う。まずがっつり掴めるからね。掴めねえ。どう、そこがどうなるか。無駄毛なら掴めてる。あの服着てるか。いや、あ、まあまあ、あと喧嘩なんで、うん、服は掴めてる。確かに。全然別物だからなっていう。そうですね。髪の毛は逆に掴まれる可能性もあるし、ね。まあでも距離があるんでね。うん、ね、どうすんだろうね。もうなんかブン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 振るのは、まあ、振るんだろうけど、グローブはだってオープンフィンガーでしょ。ああ、うん、逆にはなんかこのなんだろう、ラウンド制でもないしさ、そう、うん、髪の毛掴んでいいのとあれだから、だから急所攻撃やらないでしょ。ああ、なので急所攻撃とかさ、その喉とか目とかそういう、あ、なんだろう、そういうのがダメなんでしょ。でも喧嘩っつっても、でも髪は掴んでいいぐらいだ、服とか。あ、服掴んでいいですね。いいだろ、うん、まあまあそうですね、掴んじゃダメとかそんなの。そうなの、だいぶだいぶ変わるっすよね。だいぶ変わる、だいぶ変わる。まあまあ、でもこういうのがダメだ、ね、めっちゃ怪我人だでもこういうのだったね。ってなると、まあまあ、でもなんか、まあまあ、単純に喧嘩慣れしてる方が強いと思うけどねっていう、うん、だから、で、しかも、なんだろう、本当に朝倉くん、すっごい頭いいから、基本的には。うん、そう、昔、スパリングした時でも、やっぱその、なんだろう、すごい、この、なんだろう、引き裂き能力も高いし、なんだろう、うん、喧嘩や、まあ、喧嘩やなんだけど、ろうけど、うん、なんか、すごい、この賢いイメージがあるから、だから、賢く喧嘩で勝つんだろうなっていう、僕の印象かなと思います。うん、ただまあ2回戦って、あ、私たち友達ねっていうこのモハンドラゴンは個人的にはちょっと応援はしたいけど、ね、ああ、そうですね、うん、なんならだっていつだったっけなちょっと前ですね、ちょっと前、9月かな、バンテージ、そうそうそう、バンテージ俺巻いたもんねセコンド試合じゃ、うちの選手がね、名古屋で試合がある時に行ったらちょうどモハンドラゴン出てて、で、なんかセコンドがなんかこの弟だからなんか友達だからと奥さんって言って、おどういう感じで来たんだこれだからちょっと私たち友達ね、ちょっとバンテージ巻いてほしいなみたいな感じでこうやってすごいですね、まあ、でもそれでもそれはそれで、ね、出るっていう、うん、ファイターズね。そう、でもバンテージだけは負けないから自分で負けやと思ったけど、まあ旅は道連れ世は情けっていうさあるじゃん。まあ一応このね2回戦うってそれも縁だから、うん、まあ、そういうのもあって、まあ、そうですね、巻いたけど、ね、そう、でもその巻いた後写真撮っちゃったんだけど、しかも結構なんだろう、うちの選手2人出てたけど、その2人よりかモハンの方が出来よく負けちゃったもんね。あやべえこれいいじゃんとかねそう、モハンドラゴン VS 朝倉未来の喧嘩ちょっと楽しみですね。楽しみだね、単純になんかあれだね、興味はそそるね。うん、他芸能人でしょ、だって3人いますよね、うん、そう、芸能人となんか
なんか逮捕歴めっちゃあるから、あ、うん、なんかちょいちょいやっぱ流れてくんでね、ツイッターとかで。うん、ただまあモハンドラゴンは頑張ってはほしいけどもう個人的には相性激悪だと思うけどな。まあ悪いでしょうね、うん、フルスイングして自分でスリップしたんですもんね。ね、殴って自分で倒れちゃうからねそうですよね、うん、踏まれちゃうよっていう話だから。そうですね、まあでも楽しいですね、楽しい罰があるんで、うん、モハンドラゴンか。でもモハンドラゴンは、うん、そうだね、すごいモハンドラゴンをね応援してるかもしれない、そういう意味では、うん、応援してるのはやっぱモハンドラゴン、うん、なんかきっちりやりそうだね。手にかけるなら朝倉未来、はい、この言い回しね結構昔からするんだけどマジこっち応援してるんですよ。でも銭はこっちに、ね、銭とか言うな。まあそんなとこっすね、そんなとこっすねっていう、はい、まあ、一応戦った、まあ、映像もあるんで